大見神宮は、滋賀県大津市に鎮座する神社。後期2600年を記念して、同年に相当する1940年に創始された。天智天皇6年に、同天皇が、当地に近江大見王津宮を営み、飛鳥から遷とした由緒にちなみ、紀元2600年の仮説にあたる1940年の11月7日、天智天皇を祭人として創始された。 太平洋戦争の終戦後である、新党指令が発令された1945年12月15日の、まさにその当日に、戦後復興を祭神に祈願した昭和天皇の直、霊祭は大津湯に遷挙された記念日の4月20日に直視が参考して行われる。このほか主な祭典として、6月10日時の記念日の老国祭、7月7日の年水祭、 11月7日の御鎮座記念祭、12月1日の初歩行大祭、1月前半の日曜日のカルタ祭などが行われる。また、日本古式旧馬術協会による武田流、鎌倉早伏目神事が11月3日に行われて、いたが2015年から6月第1日曜日に変更された。日本で初めて水時計を設置した天智天皇を祀る神社として、 1941年の時の記念日に第一回牢国祭が開催され、例年行事となった。境内には各地の時計業者が寄進した日時計や牢国などが設けてあり、時計館、宝物館と大見時計眼鏡宝飾専門学校が境内に併設されている。小倉百人一首第一首目を読んだ天示天皇また小倉百人一首の第一首目の歌を読んだ。 天智天皇にちなみ、競技カルタのチャンピオンを決める、名人にクイーンに決定戦が、毎年1月に行われている。この他にも、高松の宮記念杯カカルタ大会、高校選手権大会、大学選手権大会なども開催されるなど、100人一種、競技カルタとの関わりが深い。競技カルタに取材した、漫画、アニメ、ちはやふるの舞台ともなった。 天智天皇の百人一首の歌の歌詞も設置され、柿の本の人マロ、高市黒人の万葉歌詞、公文天皇の漁政官史詞、芭蕉区詞、安田与十郎の歌詞など多くの歌詞、区詞が作られている。創福児島新創納めお気品の内斜里容器。右から金貝へきる立墓、金星内箱、銀星中箱、近道外箱手前から、北新門、外須賀市兵衛、外回廊、 上富士要所、老門本殿など大部分の建物は1940年、神楽殿を中心とする、第二期工事部分は1944年の建築である。自動車清志は来所は1890年の建築で、1971年に移築された。世界の時計、約2300点を集めた時計をテーマとする、博物館。天智天皇が、 日本で初めての時計である牢国を設置した経緯から1963年に時計歴史館として設立され、その後時計博物館の名称も用いられたが2010年に時計館宝物館として改装された。スイスのオメガから寄贈された日本最古の時計である牢国の復元模型やロレックス社より寄贈された中国で使われていた非時計の復元模型。 および日時計が屋外に展示されている。館内の時計館展示室には各種の和時計や日本最古級の懐中時計など貴重な実物の時計を展示している。宝物館展示室には大見神宮の歴史に関する資料等のほか重要文化財に指定される蘇我昇白、四本木型単色老格山水図をはじめ奉納された絵画や陶芸品などを展示する。 大江神宮は十三つの区比、下比を境内に有している。ありがとうございます。